本日深夜0時、尾上拓三氏所蔵、東久保栄達の脇差し2本、頂戴に参上する。くさ、金止め！この刀をいただくだと、面白い。十文字の切り口。残りは4本か。やるじゃないか、西の名探偵。やかましい。服部、これが道しるべなんじゃねえか。北海道東照宮に向かうぞ。ついに動いたか。これは、ただ名前が清涼島であるとだけ。先に気を失った方が負けでかまへんで。北海道で金の鉱脈を掘り当て、莫大な富を築いた。その過程で手に入れたと言われているんです。戦況を一変させるほどの何かを。なかなかやるようやな。俺が知りたいんだ、そいつが狙っていたお宝が何なのか。決着つけなあかんやつがおんねん。さあ教えてもらおうか。宝はどこだ。いけー。劇場版名探偵コナン100万ドルの道しるべ。